皆さんこんにちは。こちらはテクニクス SB3 です。発売は1979年、当時の定価は32,000円でした。これは平面スピーカーです。平面スピーカーというのは振動板を平面に作られたものを言います。このタイプのスピーカーは70年代の後半から80年代の中頃にかけて多く作られました。このモデルのスペックは次の通りです。これは当時の最先端の素材と技術を使って作られたモデルです。振動板はウーファーもツイーターもアルミのハニカム平面板でした。ツイーターのクロスオーバーが低めです。ツイーターに広い帯域を持たせるのは音質に有利です。前回はこのスピーカーをメンテナンスする様子をご覧いただきました。今回はこのスピーカーの測定結果と実際の音をご紹介します。それでは測定結果を見ていきます。まずはインピーダンス特性です。 F0 付近のカーブは密閉型として理想に近い特性です。エッジが劣化しているとここでわかりますが、特に問題ありません。周波数特性を見ていきます。これはアッテネーターの減衰を変えた結果です。-2dBでフラットになるようです。クロスオーバー付近に谷がありますが、広域が伸びきっていてなかなかいい特性です。ウーファーの帯域がデコボコしています。これはハニカム振動板の分割振動のようですが、うまく減衰がかかっていて目立ちません。モニタースピーカーのような癖のない音を実現しています。口径の割に低音が出ていません。これは能率の高い密閉型の宿命です。こちらは個体差を見るために2台の特性を重ねた結果です。特性が揃っていて全く問題ありません。指向性を見ていきます。優秀です。角度による変化が素直です。これは小口径のツイーターを 1kHz 付近まで使っているためです。このような角度で音色の変化が少ないスピーカーはリスニングポジションでいい音を楽しめます。この平面スピーカーはリニアフェーズが特徴ですので、位相を見ていきます。ほぼ完全な直線位相です。テクニクスが実現したかったリニアフェーズを達成しています。 1W の歪みを見ていきます。歪みはだいたい 1% です。 1% は聴覚限界に近い数字ですから、クリアな音が期待できます。低域の歪みに余裕があるので、このあたりをイコライザーで持ち上げてやれば低音を補強できます。これは2台の特性です。片方の歪みが大きいですね。ツイーターに問題があるようです。ツイーターを調べます。ネジの締め付けやガードには問題ないようです。スキンが剥がれています。これがびりついて歪みの原因になっていたようです。専用の接着剤を作って補修します。
さてどうでしょう。同じくらいに改善しました。念のため特性が変わっていないか確認します。OK です。元の性能を完全に復元できました。このスピーカーの音を聞いてみましょう。今からお聞きいただくのは次の音です。1番の原音は音楽ソースそのものです。2番は同じ音楽ソースを再生して空気録音したものです。リニアフェーズの平面スピーカーはどんな音がするのか、それではお聞きください。知らないのに、なぜか懐かしくて、フレンド、コモデピも一緒に、フレンド、クスクス笑ってるよ。いかがでしたでしょう。特性がフラットですから音に癖がありません。ただし低音が出ていないのでソースによっては不満を感じるかもしれません。口径に余裕のある密閉型なのでイコライザーで補強できます。そうすれば十分いい音が聞けるでしょう。ハニカム平面版でフラットな特性を実現したスピーカーです。音質にこれといった特徴はありません。目をつむって聞けば、紙コーンの音と区別できないと思います。シルバーの平面板に先進的なイメージがありますが、音楽を聴くための趣味のアイテムとして見ると違和感を感じるかもしれません。幸いこの製品にはサランネットが付属していますので、気になる人はこれをつけるといいでしょう。平面型は一時期流行って急速に廃れました。これは高音型に比べて音質のメリットがない上にコストが高くなることが原因だったようです。平面型は完全なリニアフェーズを実現できます。テクニクスは以前からリニアフェーズに熱心でしたが、リニアフェーズは音に関係しませんでした。平面の板はたわみやすいために大口径の振動板を作りにくい欠点がありました。25センチを超えると磁気回路が大掛かりになって、口径の割に値段が高い製品になってしまいました。
結局平面スピーカーの音は高音型に近づけることはできても追い抜くことはできないということが80年代の中頃に分かってきて、メーカーが一斉に手を引いたということでしょう。ご視聴ありがとうございました。